お疲れ様です、ロッテです。今日はこちら新疆オールブレイカーコーツやっていきます。さあ久々のね、新疆オールブレイカーを触っていきます。まあ、めちゃめちゃ強かったカードなんですけども、はい、ダガーガールの登場によって、自然消滅したね、はい、オールブレイカーですね。なんか全然いないね、本当に環境で使われないかわいそう。めちゃめちゃ強かったんですけどね。なんか攻めも2コスでちょっかいかけれて、防衛もねなんか誘導とかもできたり、本当にウォールブレイカー当たり前にいたんですけど、マジでいない、いなくなっちゃったの。なんかウォールブレイカー使うぐらいならね、確実にね攻めが通る8枚プリンとか、まあなんだろうね、進化ボンバーとか、まあゴブリンドリル、まあロケット Q3、 まあそっちの方が戦えるよねっていうので全然いなくはなったんですけど、まあそのねヘッポコウォールブレイカーを救うのがねこのアイスゴーレムなんじゃないかなっていうデッキだな、これ。よいしょ。惜しいな。これ寝てる間にバレルも飛ばしちゃってよかったな。さあ、シンプルにね、ゴブリンバレル飛ばすと、ゴブリンが2発だし、オールブレイカーもね、完封されるし、全然通らないんですけど、アイスゴーレムで、ダガーを寝さすことができれば、結構ぶっ刺さるよねっていうね、話をね。いや、マジこれ、8枚プリンでちょっかい隠しようかな。うざそうすぎるか。さあコウモリ、いや残んねえのかこれで。ダガーが、まあ、ちょっと寝るか、縦線もあるか、呪文を知りたい。ファイボー、ここのオールブレイカーどうなんだろう、弱いかな。ああ、鬼弱でしたわ、ダメだった。やっぱしっかりねアイスゴルムでタゲ取ってからじゃないと。全然刺さんなかったな。いやだからこのアイゴルいいな。2コスでまずタゲ取るところからね、必要です。いやー、いやめっちゃ行きたかったけどな。一回守るわ。で、このデッキなんか施設とかもね、入ってないんで、まあ、ババでね、フィジカルで守るしかない。美味しいな、このトリトン。で、この自然カウンターあるけど、まあ一応ファイブ持ってたんで、相手が。なんとボイドあります。え、これちょっと熱くない。まあファイボー、あー、うわ待って、おいおいやばすぎる今の今のって攻め通んだ、え今のやばくない。まあファイボーもケアしながら、いや、うん、外れてんな。でここでこういうことよね。いやーいいな、ちょっと待ったな、熱い。で裏ね、サバレルが入る。でこれダガーが強すぎて進化コウモリも無能になる。え、流れが良すぎる。最悪これボイド削りもあるわ、やべ。これ行ってみようかな、なんか角度でさたまたま入りそうじゃね。嘘、いや、入ったわ。これでいいんだか。ぬるっとね。オーケーオーケー、アイスゴールメイヤンっていう話よね。まあ、あと、進化ババア、まあ、普通のババアマリアンも、まあ、普段はそんな使う場面ないか。まあ、守って、カウンターで、タゲ取ってくれるんで、まあ、ダガーに対しては意外と悪くないカードな気がします。まず、ダガーが寝なきゃね、何も始まんないんでね。まあ、あと、ババセパもいいな。ババセパして両方のダガが寝たところをウォールブレイカーセパでバレル追加もできる。よいしょ。さあボイドね、なんかババじゃなくても進化枠、これ進化バレルとかにしても面白そうだけど、まあ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 守れなくなっちまうか。さあジャイダクネボイドやウィザードのもう典型的なね流行りのやつですね。はい、いやーやだな。まあババを使うかどうかだな。相手はレイジとかだと思うんだよな。ちょ頑張ってもらって、いやいいよからの、いやそうオールブレイカー追加よねこれ。そうこういうこと、ダガーが寝てる、ヤダミ使わせるからのバレルで、この後のカウンターがものすごい怖い。
いや待って、進化ババあるわ。熱い。ババって2回に1回だもんな。さあフルコース使ってる。え、やばい。ババ強すぎんからの、いやウィザード系がいいのかな。いやもうちょっと残ってほしかったな。あいこれ蓋早めにやっといてもよかったな。いやでもババが手厚いぞ。相手ヤナメボイドザップがあるかな。いやレイジか、ヤナメボイドレイジなんで守れそうで、オールブレイクマジで本当に進化回すためだけで使ってる。使えないなこれは。まあ2コースなんでね、仕方ねえか。うわウィザーだけ。許されそう。いやめっちゃいいというか、リトプリ系があるね。マジ強くない？いやめっちゃいい。でウィザードもオッケーオッケー、しばける。でかっ。ここでしばけて簡単に処理もできて、いやババが頂点。めっちゃいい。いやここに紛れてさあ行ってから考えるか。やなめ使わしましてからのバレルまで行っちゃってもいい。さあババが最強で、タワーと入ってるわ。でかっ。でアイコレつけてバレル飛ばしてからの遅れてオールブレイカー行きたいな。これヤナメ使いたいんじゃない。おいババが入っていく。めっちゃ強くね。ダマダマってババ無双だった、今回に限っては。あとアイスゴーレムで一応ね、ダクネのコウモリとかも本当はしばけるんですけど、エリートワイルドカードの問題がちょっとだけあるか。さあデストロイヤー666きつすぎんね。いやまあケツアゴでもいいし、ハシマイアゴでもいい。なんかウォールブレイカーちゃっちゃ回したいんだよなサイクル。まあ丁寧に行くなら。おお、ダクネ多いな。まあ、ゴレもエリゴレも何でもあるか、可能性としては。すぐ攻めちゃうよ。いやーいい。いやーボイドすぎる相手な。いいよババ、コウモリがあんま増えすぎないで。いやここで寝たとこバレる、まあ言ってもよかったけど。さあまた同じような相手だ。いやマジオールブレイカー回したすぎるな手札。ババア突破されんのかな。今回はザップ型ね。フェニックスなんかまあもうヤナメとか使ってくれたらちょっと美味しいんじゃない。スケ、あーなんかスケとかだとなんかちょっと怖いのはバルーンとかが入ってる可能性もある。さあヤナメザップ、ヤナメボイドザップね。まあ、ザップだったんでね、こう。いやーいい耐え。これ橋前ババのプラン言っていいっすか。いや絶対刺さると思うんだよな。からのニコスオールブレイカーない。おい諦め、まあ、ババが強えな。なんかそのオールブレイカーオールブレイカー全然その進化する前に単純にババで勝ってるだけみたいな。意外と刺さりすぎてんだよなこのジャイ環境に。またアイゴレのなんか蓋もあるんで、なんだろうね、ニコスでアイゴレ雑に出せるのもいいかもな。相手のウィザードとかに対してね、アイゴレで蓋して
横からバーバリアンとか。エイスゴーレムって意外と便利なカード、火力を出せないのがね、まあ、弱点ではあるんですけど、しまいでもいいよ。トレーナーだけやめてください。でウォールブレイカーまで行っちゃう。やめてガーディアン。いや入りそうなやつ。おい間に合っ、まあ、入ったか。絶妙だな。いやこれクロスかドリルかリガロキかみたいな、まあ、どれもやだなどれもやだな。引きこもられちまう。まあ枯渇はないと思うんだよね。ケアできるかな。オッケーオッケーオッケー、いいよ。このダメージ結構いいな。からの最後でやばい気合のウォールブレイカー耐え、うざいんじゃない。いやーでウッドか。さあまあ多分ロケ削り、あげんなそれああロケ削りよね。嫌がらせ。え、でかい。まあ全然右でもいいですけど。え、お、これは。最強があった。このオールブレイカーやめて、もう強すぎるぞ。いや黙って、入ってる結構入ってる。いやこれボイドだけでさ1100削るってできねえかな。一発入んねえか。いやちょっとあるか、ボイドだけ削り。いやでかい。いやこれでちょっと削りね、ちょっとだけね。グリーン警戒えらい。いやボイドちまちまかこれ。何が正解だ。よしよし、ハゲ取って絶対ウッド使わしたい。ウッドでも削り、いやマジちまちま遠すぎる。こっからやだな。いやマジで俺これしかないかもしれない。気づいたやばすぎる戦い方が。仕方ない、俺だってこんなことがしたいわけじゃない。竹なんか悪くね。いやロケ削りに追いつかれるかな。やばいかな。いやリトプリサイクルでマジなんとかなんねえか。なんならこれウッド間に合わんくね。チャンピオンサイクル、おっつい入るゴブリン、おい来た。しかも前これで多分竹取ってたよな、ね、今ガーディアンか。意外とサイクルがめちゃんこ強いかもしんない。バレル飛ばしてからチャンピオン出てたらアイゴレウォールブレイカーウッドでもう一回ゴブリンバレルが生きるわ。いやなんか普通にそのサイクルをずらす面でもだいぶいいか。やっぱウッド使うのやばいかな。大丈夫らしい一旦。やだなクロス。まあ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 耐えりゃええだろ。クロスか。
まあロケットだな。そしたらババは生きるか。トルネ使った。いや、アイスボールもちょっと良くないか。クロスの竹取りに。取りに使ったと。ウォールブレイクまで行くわ。いやー、まあ。ケア。クロス。うわー、いい取れねえやな。許してください。これしかできないんです僕。まあトルネをケアしながらアイズもケアして、でこのよしよし、まあ4コスね。ウォールブレイカー2コスですから、今のに4コス使わせてるってだいぶいい。もうババ大丈夫かな。使いすぎ。アイスゴーレムリトプリとかで耐えれそう。待つか。いくよこれは。オールブレイカーまでね。いやー、トルネ警戒してるかんな俺。え、オールブレイカーも2発。いや、バレルが頑張りすぎてるわ。生きる。リトプリもすごい。スローの中でめっちゃ頑張ってる。いや、これロケあるわ。最悪。ババ強。やばい、禁忌された。痛すぎる。いやー、この禁忌許されるかな。許されるかなというか、こっから追いつかれるかな。まず。やばい、待って、竹取れたら終わる、このデッキ。あぶねー。救われたギリ、マジギリ、やばい。でかい。ボイド回して逃げようぜ。ロケット3周ぐらい撃たれなきゃ負けないもんね俺。おお、アイゴレの縦剥がしか。あぶねー。さあこれは勝ったんじゃないですかね。ボイド撃って、おえー、クロスか。いやでもアイスゴールムだいぶいいな。なんか現環境ならギリ前そうよね。アイゴレ全然ウォールブレイカーは活躍してないことはないな。してないことはない。ぬるっと入ってんだよな。ぬるっと2コストにしては十分すぎる活躍はしてるか。さあ、姉妹プリンしていこう。ヤナアメ、まあ、ヤナアメの時点で結構ねジャイとかそっち寄りではある。でこれはまあもったいないんでしっかりちゃんとね蓋してこれでコスト使えよっていう。あー、まずいな。ウィザードが、いやこれマジ最強がいる。いや、ここのカウンターマジで強いな。柱のプレーンやってから行こう。このボイド美味しいぞ。いや、これマジできつくない相手。めっちゃ入るぞ。で、右側3コスバレルあるわ。左にヤナメ使ってくんねえかな。え、どうも、こんにちは。めっちゃ入るぞ。そんな入らんか。いやでもなんかもう勝ち。ジャイには相性が良さそうだな。まあなんか進化ウィザードがさ残って、なんか俺のバーバリアンをボコボコにみたいなことがない限りは、ない限りは大丈夫な気がする。アイゴル2あるしな。で橋前プリンみたいな。はい、最強スキル。まあ今まではこのニコソウルブレーカーもいけたって考えると、ウォールブレイカーぶっこれだったんでね、ちょうどよくなったか。
これやばい、タゲ嘘みたいな話あるか。やべ、え、これ狙ってました、避けようとしてました俺、やばすぎる、そんなことある。優秀すぎるあいつ、やばい、ね、こっちね。しかもからのニコスボールベーカーみたいな、お願い、やばいぞ、使わせた、おい火力たっこ、いやマジ強い、出して入れないで一発も、でこれバレる完封はできないんでね、そのなんか使わなきゃ、ちょっと入るだけで価値があります。めっちゃいいよ進化ウォールブレイカー、なんか後から来るウォールブレイカー嫌だよな、その相手のユニットに対応して対応して対応した後にニコスウォールブレイカー来た時の、あ守れないんだなこれっていう、あの時の絶望感がきつすぎる。ババもぶっ刺さってんの、さあ回すか、いやなんかこれはもったいないよ、暇すぎる。バレルも最初なんかバレル持ってるってバレてない方が強いんだよな、まあ、ババセパでウォールブレイカーセパのパターンいきます。やべ丸焦げ、あれやだよな、まあ事故を減らすなら打っといていい、からのやりすぎ攻め、いやでもこれにおいすり抜けからのこれジャイキともアイゴレからのババがある、これ顎だけで本当だったらいけるけどコウモリ解けないっす、結構痛いか、そうジャイバルンね、びっくりからのニコスオールブレイカー追加がな、ちょっと熱いんだよな、いきます、基本的にこれが止まらないイメージある、うん止まる、やばいやばいなんかやだ、これコウモリがお散歩して、久々だなお散歩、お散歩してからのバレル追加とかも強そうだな、あればだけど、いやジャイバルーン、これリトプリ咲いてたらマジで危ねえな、ボイドで頑張ってバルーンちょっかいかけれるんですけど、まあ、ちょっと頑張んなきゃいけないな、エイムが、まあゆっくりこれいけるかな、ウィザードちょっとまずいよね、いやめちゃめちゃ飛来心されそう、やべ、いやなんか左サイド来られたら結構やばい、単品なら美味しいの、止まるはず、一発リトブリ殴った、タワーが殴れば止まるわ、いやーまあ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 許してください、でかい、なんかめっちゃ攻めないとまずいのかな、ショータイムがね邪魔なんだよ、やばい、いやーまあ一旦行ってオールブレーカーまで行って、ここが入るよバレル、いやーそっちにアーム使わないのか、いやあれさっき使ってたのか、多分おぶね、いや強いこれ、
あぶねえ。この耐えやばい。これ今の耐えれんのか。グッドゲームは飛んではきたが、さすがにもう諦めたかな。よし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 。いや、マジで怖かったな、最後。まあ、ボイドで思ったよりバルーンも止めれちゃうっすね。全然負けねえな。なんか最強デッキになりそうな。今んとこ。まあ、こもられたらちょっときつそうだけど。え、待って、相手プリンセスそうよ。戦いやすすぎるぞ。ウォールブレイカー始めにコス出すだけで、相手視点うざいかんな。いや、これだけでいい。ふふふ。うん、しっかりね。一発？あー、意外と通っちゃうもんなのか。バルキリーがいたからか。いや、でもめっちゃ相性良さそうだけどな。どうだろう、バルキリースケトラがめんどいぐらい。バレル無視。オールブレイカーも無視。最悪だ。まあ右さえ来てくれたら嬉しいな。でボイド耐えれねえかなこれ。なんかいやー耐えれねえのかな。お？食べたな。端前バルキリーバルーンとかはあるね。止めれば大丈夫。ダガーでしばける。で、バルキリーやるんで。いやー、まあ、バルキリーぐらいいくか。でかい。入るんじゃない？おい！なんかすんごいな。なんかよくわからん感じではあるが。まあ、やな雨ボイドで絶対飛んじゃうんだね。俺は攻めるぐらい。まあ、守らなくてもよかったな。いや全然耐えれん。やばい、それ敵のボイド。まあバレル短期とかでちょっかいかけて考えるか。これ進化バルキリーなんだよな多分。オールブレイカーがやばい、これめっちゃ強い。止まんない。さあ確定。施設ないとオールブレイカー止まんねえかな。いや強すぎ。さあというわけで進化オールブレイカー久々にね使ったんですけど意外と良かったな。まあダガーに弱いんですけど、そこをアイスゴールムでカバーすることができればね、はい、まだまだ戦えそうではありましたね。まあなんか環境がやっぱテスラとかその辺が多いんで、まあ環境で考えたらまあ、ちょっと渋めではあるかな。まあ、皆さんもぜひね、使ってみてください。よければチャンネル登録もしますと、おっしゃまたね。